アグテレクカルストとスロバキアカルストの洞窟群はハンガリーとスロバキアが共有する世界遺産である。それらは国境付近に広がるカルスト地形と700以上の小入道群で一部は国境を越えて繋がっている。ハンガリー北部のアグテレク地方に広がるカルスト景観はアグテレク国立公園として保護されている。この国立公園は1985年に 設定されたもので、面積は198.92平方キロメートルで、ある。ここには、ヨーロッパ最大の小入道バラドラ洞窟がある。全長26キロメートルのうち、8キロメートルは、スロバキア国内にあり、ドミツァ洞窟と呼ばれている。バラドラ洞窟バラドラ洞窟は複雑に入り組んでおり、その形状に合わせて様々な異名が付けられている。中でも、コンサートの広間は、 夏に実際にオペラやオーケストラの演奏会が開催される。これは小乳道の音響効果が音楽鑑賞に効果的なためである。スロバキアカルストスロバキアカルストあるいはスロベンスキークラスはスロバキア南部のカルパチア山脈に属するスルーベン社ルドホリエ山脈のミ役の一つである。この地域にはカルスト地形を示す平原や高原が無数に見られる。 1973年以降、スロベンスキークラス景観保護地域となっていたが、2002年3月1日をもって国立公園になった。この一帯はユネスコの生物圏保護区にも指定され、アグテレクカルストと共に世界遺産に登録されている。最高峰はイェリニー・ VRCH で、標高は947メートルである。主要な川はサイ・スティトニック。 トゥアナである。スロバキアカルストは、北温帯の温和な気候帯に属し、四季がはっきりした大陸性の気候である。地質は、中生代の石灰岩やドロマイトの地層が広がり、それらの下に南東西の砂岩、石灰岩、スレートの地層がある。平原は、多くヤシでの森林に、丘は多く林に、カルストの窪地は、東非林に、それぞれ覆われている。 北部には、ブナ林もある。ザディエル渓谷平原や高原には、直径250メートル以上、深さ45メートルに及ぶ窪地や、円水状の丘、川水が地下に流れ込んでいく渓谷など、多くの特徴的なカルスト地形が見られる。また、深さ100メートル以上の垂直な縦穴が数多く、知られている。いくつかには、悪魔の穴、小さな鉄の縁、 イノシシの縁などといった異名が付けられている。この地域は、小乳洞がたくさんあることでもよく知られている。ハンガリーのバラドラ洞窟と繋がっている、ヨーロッパ最大の小乳洞のドミツァ洞窟に加えて、オークティンスカ・アラゴニテ警部、ゴンブシック警部、ジャソフスカ警部などが一般に公開されている。それ以外で特筆すべき洞窟としては、クラスノホースカ警部とラソフスカ警部がある。 この地域にはカルスト湖もある。最大のものはジャリシ・ジャゼロである。スロバキアカルストは生物圏保護区に指定されている通り、動植物にも見るべきものがある。希少な植物の例として、第3期からの生き残りであるエリトロニウム、デンスカニスや固有種のオノスマトルネンシス、セスレリア・ヘウフレリアナ、ディアントス・ルムニトゼリーなどがある。希少な動物にはカタシロワシ、 中日和紙、姫町原望などがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。1995年には、バラドラドミザ洞窟をはじめとする22の洞窟が登録され、2000年に、スロバキア側のドブシンスカ氷結が追加された。ありがとうございます。